これからですね、一級のこの建築のですね、施工管理の学科試験ですね。で、この中ですね、このテキストはですね、最新問題の解説、これ5年間しっかりやっております。で、その後ですね、ポイントはその後、いわゆる技術検定試験で出てくる重要な項目をですね、きちっと整理して聞いてしまう。それからその中にね、基本的な問題があって、でそこに、ね、図解で、必要なところの図解でちゃんと様子が分かるように書いてる、まあ、そういうふうにしてこのテキストが作られてます。なおですね、このテキストのポイントとして、これから説明する皆さんが今受けていただいたですね、診断テスト、でそれをやって自分の学習の仕方を学ん で、そしていよいよ学習始まったなということになりますと、分野ごとに実力がついたかなということで、この確認テストをする。そうして一つずつ各分野を進めていく。そして試験に近づいてきたら、ね、2週間ぐらい前になったら、予想問題というか、生鮮問題ですね。で、これをですね、しっかりやっていただいて、回答すると自分の現在の実力が分かる。で、それで補強してやれば、今年必ず通るということでですね、まあ、このテキストは一応、一冊で自分で勉強すると、自分で学習すると、そのことによってどこに行かなくても、もうこの一冊だけで、十分に合格できると、まあ、そういうようなシステムとして組まれたものです。これ実績ありますから、特に実地試験なんかと連動してちゃんとこう書いてありますので、そういう意味では非常に使い勝手のいい本であるというふうに思います。それではですね、これからまず最初にですね、皆さんこれから始めますよね。どうやって勉強するんだと、どういうやり方でやったら実地試験まで到達するんだと、学科試験だけじゃダメよ、やっぱり実地試験も視野両方入れて、そっちでやらなきゃダメよね、ということで、そういうことを含めてこれからちょっとポイント、これから学ぶポイント、これ説明しましょうね。はい、そうしますと、まずですね、建築施工、建築学科の学び方、例えばね、1個だけ具体的に例挙げてみるね。例えば換気ってあるじゃないですか、換気で、換気といった時に、建築で換気といったら、まずですね、何かというと、どういう機械があるのかというと、機械の取り付け方によって、場所によってですね、吸気側と排気側と両方つけたら、これは第一種換気というかな。で、吸気だけをつける、そういう時はこの第二種換気、それからトイレなんかつける排気用の換気だ、換気扇ならいわゆる、ああいうものは第三種換気で、その他には別に換気扇つけない自然換気で、高い窓と低い窓から下から風で上から出すな自然換気、まあ、そういったような事柄を建築の場合はですね、換気にはどんな種類がありますかと、まあ、こういうふうなことが出てくるんだな。そして、この中にですね、こういうその学ばなきゃいけないような自然換気とか、機械換気とか、それから室内環境とか、必要な換気量とか、まあ、こういった知識が建築では問われるわけ。で、そのことを、これは項目といって、こっちは学習の内容、こういうふうにきちっと分離してやらないといけないな。だから、これで換気ということを覚えたら、換気には自然換気とか機械換気とか、そういう室内の環境を保つ、それから必要な換気回数と、で学習内容としてはどんなことがあるかというと、じゃあ自然換気の場合は圧力差でもって、換気しようというのと、それから温度差の、上が高いでしょ、下低いでしょ、その温度差によって換気する、その時は、の状態とか窓の状態とかね、まあ、そういうようなことですね。それから機械換気で、さっき言ったように1種2種3種とあるから、この区別をちゃんと整理した。でどんなことかというと、まあ、第3種トイレなんかの場合だと室内を不圧にするんだな、マイナスの圧力、それから第2種の換気で、例えば手術室だとかのところではですね、菌が入ってきちゃいけないので、制圧、外に圧力を逃げるような圧力をこうしてあげる。第1種の場合はですね、厨房みたいにですね、もう制圧でも不圧でもどちらでもないように、機械の量を変えて、換気量を変えることによって、制圧でも不圧でもなるよと、まあ、こういう対応環境を整理する。それから環境なんかの場合は、炭酸ガスだったら部屋の中でどんだけかというと、基本的には 1000ppm 以下に抑えなきゃいけないわけ、ね、それから炭酸、一酸化炭素だったら 10ppm 以下になる、抑えなきゃいけない、まあ、そういうこういう数値が試験で、建築は数値が試験で、ね、だから要するにこういう用語とか、ここの数値とかね、こういうところが学習するときのポイントだよ。だから用語をしっかりと整理する。それからね、換気っていったときにね、実はこの酸素欠乏危険作業ってあるじゃないですか、酸欠、要するにエレベーターのピットを掘ったりね、
地下深く入っていくじゃない。ああいう時にはですね、この酸欠の場合は酸素濃度を 18% 以上に換気しなきゃいけない、ね、換気した時にはだからそういう工事のことも合わせて、整理する。それからもう一つね、工事中に例えばあのコンクリートをねとかあのセルフレベリングみたいなこういう塗材塗った場合にね、換気しちゃうとまずいでしょ、水が水分飛んでいっちゃうから。だからそういう時は換気しないようにすると。ところがね、塗装吹き付けとかさ、それから非常にあの匂いの出るですね、そういったような接着剤使うと、そういう時は換気しなきゃいけないでしょ。だから換気といった時に施工のことだとか、それから工事のことだとかという施工のことなんかも換気の中に実は含めて、最終的にはこういうブロックで覚えていけるような学習の仕方をしないと、あんまり点ばっかり勉強しちゃダメなの。だからちょっと振り返ってこういうことを考えるような考え方をしていくと、同じ学ぶんだっても蓄積される。実はこのことがこういう学び方をすることがセットである程度こうまとめていこうという考え方をすることが実地試験の時に非常に有効なの。この試験実地試験取らなかったらだってヘドもないわけだから、学科試験何回取ってもダメなんだ。結局は皆さん実地試験を受けるためにやってるわけだな、それ、うん、資格取るだろ。だからそこへ向けてきちっとこういう事柄をきちっと整理しておかないと用語が入らない、括弧書きの用語入らないね、書いてないんだから、数値書いてない、数値覚えておかないということで、特にね他の国家試験とか電気だとかさ観光地あるけども、こういう試験に比べて圧倒的に違うのね、数値を記入されるのと用語を記入させるの、これ絶対覚えていかないと。これ学科の時にやっとかないと、学科の時に丸バツだけ入ったってダメなんだよ。学科の時にこういう数値をセットで覚えていく。そうするとね、はい、ちょっと先飛ぶんだ、もうちょっと下に飛ぶんだけど、下の飛ぶんだけどね、実は学科試験と実地試験でどういうことかというと、究極学科試験の時に実地試験の手順をしっかり押さえておかなきゃいけない、ね、そのためどうしたらいいかというとね、日頃の学習項目あったな、さっき言った学習内容の項目だな、例えば第1週間期とか第2週間期とか CO2 そして、ね、二酸化炭素の制限を1000、ppm 以下だとかさ、そういう学習項目を手で書くこと、これが非常に大事なの。今ね目で見ただけで終わらせちゃダメ、必ず手を使わないと、実地験からの記述式だから、あくまでだから学科試験は学科試験なんだけども別に考えないでね、学科試験と実地試験はだから実地試験を最終的に取らなきゃいけないので、書くということを手で書くという勉強をしてください。そうしたら絶対一発で取る、学科通ったら必ず実地は通る、そういう学習の仕方をしないと意味がないんだよ。学科だけ通ったけど何回でも学科通るけど実地は何回も落ちると、それはどこがいけないかというと手で書いてないんだ、目だけで見て覚えてる、書けとか書けない、それがポイントだ。だからこの試験では特に大事なのはここを注意、それからね絶対に学んでおかなきゃいけない、これ一箇所これとこう、これね、ここ建築基準法の施工令ってなんだ。でその中のですね、あの136条ってこういう条項がある。でこれは施工のことを書いてるんで、みんな工事の施工の安全、ここはもう全部覚えなきゃだよ、ね、136条の2、3、4、5、6、7、8個目なんだけど、ね、例えば仮囲いは 1.8 メートル、根切りは 1.5 メートル以上になったら、基礎は、から落下物は3メートル以下からは、使うとか、それから建て方は何を使うとか、工事材料どういうふうに置けばいいとか、ね、防寒の処置はどうするか、まあ、こういうここの、ね、項目は学科試験も出るし、それから実地試験も出るし、それもね、一箇所じゃないんだよ。これはね、ここの場所は施工にも出るし、法規にも出るし、ね、それから実地試験にも、もう必ずこれ、必ず出てくる、実地試験でこれ。そういうことを考えたらね、実は一番核になってるのは何かしたら、建築の場合は、建築基準法の施工規定、こいつが一番の核になってる。これはもう絶対に最初から読み込んでおかなかった。だから、法律書を買ってきてね。ない場合はそこの条項を必ずしっかりと読み込んでおくということがまずスタートラインに必要なの、ね、ということだ。わかりました。ということで、こういうことを中心に、学んでいけば、体系的に学んでいって手で書くという習慣をつければ皆さんは一発で合格する。ご役ね。あとですね、まあ、他に関して例えばあの試験の人には、ね、建築を受けてね、観光地を受ける人なんですよ。観光地で観光地の後は換気って言った時にはね、これ排気とか
あの肺炎とか、そうしたらダクトだとかダンパーとかね、まあ、そういうことは問題ない。電気の方でやっぱり出てくるんだよ、換気って。それ何かというと電気工事で、あの電動機でインバータで、あの制御するんだよな、直流に変えて制御する。でその時のインバータだとか、その特性曲線、電気のメカニズムが今度試験に出る。それも全部換気と絡んでるんだよ。だから一つ換気、こっち側を理解すれば、実はこっち側にも同じような広がりがいくつもあるわけ、ね、だから一つの試験を受けたらね、次の例えば観光事務を取ろうとすると、こういう考え方は非常にバックにあればポッと受けやすい。だからもうこっち側で環境をしっかり学べば、他の施工管理を取るときも非常に楽よ、ね、ということで、こういう学び方を鍛えておけば、学び方さえ学べば、もう皆さんね、どの試験も一発で取ると、こういうわけかな。まあ、こういうことでですね、基本的なあの説明を終わりまして、これから、まあ、具体的に、診断、テストをやっていただきましたので、ここであのポイントだけを説明をしていくことにいたしましょう。ここであの正しいところはいいんですけど、誤っているところだけ、ちょっと見ていきましょうね。例えばこの第3種機械換気方式っていうのは、このここで書いている手術室やクリーン室のルームに用いますよ。これ第2種機械換気は使いますよ、まあ、そういうことで、この選定をちゃんと区別できなきゃいけない、ね、それから5番目、色の関係ですね。でこれはだから色ってどうやって表現するんだ、その表現はですね、このマンセル記号というのが決められたんだな。でこれによって建築は色を決めてる。でどうやって表示するかというと、前には色相、ね、それから明度、サイドと、まあ、こういう順番で示す。これしっかり整理してて、だからこうやってここにある 5Y8Bar6 というのは、これ5というのはこれは色相の番号な、8というのは明度、明るさだな、6というのはサイドね、というふうなこの3つの記号を表すというようなことを、まあ、しっかり覚えておこうと、こうやるな。それからもう一つ、色のところではですね、同じ色でもですね、面積が小さいとこのサイドは暗く見えるんだけど、同じだけどバッと大きくなると、これはあのサイドが上がって明るく見える。だからいわゆるそのこういう板の小さい板でこう選んでもですね、実際大きく伸ばすとものすごく明るく見えるとね。ということで、だからそういうようなあの表示あるようなモデルの小さいのを見て、大きいのを想像するときはこういうね、効果というのはね、小さいやつから実際の大きいやつを見たら、なんかすごく明るく白っぽく見える。そういう傾向がある。こういうことを、言うわけな。それからあとですね、構造が出てくる、ね、構造のところではね、構造物が破壊するのは地震だから、ダーンときて、そしたら構造物にかかる力っていうのはさ、先断力と曲げ重みと2つある。どっちを先に壊すかという問題になる。でこれはね、曲げモーメントによって先にバチャッと壊すんだ。そうするとその後先端で壊れる。した方が中に入っている人間が守られるんで、むちゃくちゃ壊れないんだよ。だからまずは曲げで破壊させて、その後で先端で破壊させる。だから先端力の方が若干強い面作っておくと。そうすることによって中の人間が助かるということだな。ということで、このどっちが早く、だから曲げを先行させる、先端を後、こういうまあ知識をこれから勉強しなきゃいけないね。それからあとですね、壁なんかについてるその垂れ壁だな、それから上げ腰だな、まあ、こういったこういうところがあるとね、柱ってのは弱くなるんだよ、ね、弱くなるというか、そこ応力が集中しちゃう、ね、普通はそこをスリットを入れて長柱にするんだけども、まあ、そういったところでこういうような垂れ壁とかこういった腰壁があると地震が来たら弱いよと。だから一般にこれは向上させるんじゃなくて小さくなっちゃう、ね、低下するね、まあ、そういう知識が必要でしょう。それから基礎のところに行くと、ね、厚密を受ける地盤の杭はぐーっと厚密を受けると地盤の杭はどうなるかというと、浮き上がるんではなくて押し込まれる、引きずり込まれる。沈下によって沈下すると杭がですね、ぐーっと引きずり込まれる。だからもともと100で設計してたものが120とかってなっちゃうわけ。だから厚密地盤では杭の強さを大きい目にやらんとかないと、引きずり込まれる力もあらかじめ想定しておかないし、そういうようなことがここの知識として出てくる。それからあと建築の構造のところではですね、溶接をします。溶接するときにですね、まあ、溶接には先端を受ける部位でこの部分溶接っていうのと、全溶け込み溶接って、部分溶接はまあ先端力の受けるところに、まあ、用いますよと。
ね、曲げモーメントなんかを受けるときは全部の溶け込みをする、部分溶け込みじゃなくて全部を使うわけだ、ね、まあ、そういう区別な部分、先端の場合部分でもいいと、つなぐときはね、普通の曲げを受けるところでは、まあ、全部の溶け込みをやらなきゃいけないんだと、まあ、そういったようなところが出てくるよっていうな。次はね、この材料関係だ、材料ね、材料も出てくるよ、材料関係ね。で材料ね、高炉セメントの A 種はアルカリ骨材反応を抑制するのに用いる。アルカリ骨材反応って知ってるよね。骨材の中にアルカリ質があって、セメントのですね、アルカリがそのシリカにこう反応するとね、骨材が膨張するんだよな、膨張する。で膨張するとこれはコンクリートをバーッと膨れるから、ブーッとひび割れが入る。それをアルカリ骨材反応。ところがアルカリが少ないやつを使うよね。混合高炉セメント A 種はね、アルカリがまだ多いんだよ。だからもっとアルカリの少ないもん、すなわちこれ B 種とか C 種かを使うとアルカリ骨材反応を抑制することができる。ひび割れをだから抑制できる。そのためには高炉セメントの B 種 C 種を使おうよと、まあ、こういう知識があるかどうかね。それからあとガラスの問題ね。ガラスのところでは合わせガラスは耐風強度の2倍、これ2倍というのはこれ強化ガラスのことで、強度が強くなってるからな。合わせガラスはこう飛散しないようなものだからな。まあ強度もありますけどね。それから次に防水の材料についてだけど、これアスファルトストレッチルーフィング、これ線という記号はこれは工場石といって、これ伸びに対する抵抗力だな、そういうことで表すと。だから重さじゃないと、質量じゃないとな。これはアスファルトルーフィングなんかはまあ一般にこういうアスファルト量で示すね、ということでこれは違いますよ。それからシーリングの場合は硬化するよね。固まってくると表面から固まって、くるんじゃなくて反応するから、化学反応でシーリング固まるから、これは反応の済んだところが十分だから、表面からくるとは限らないよと、まあ、そういうことだな。それからあとですね、エポキシ樹脂の床塗りね、床材はですね、台所とか実験室、これ水のあるところね、ここに適する、こういうところにもね、酢酸の方がダメだな。どちらかというとエポキシ樹脂だとこう水分の受ける台所とか試験室とかこういうところを使います。それ区別だな。それからあとコンポジットビニール床タイルとホモジニアスのビニール床タイルね、これはコンポジットの方が耐水性の混合材がいっぱい含まれてるんで、こっち側の方が優れてるよ、こっち側の劣るよ、まあ、そういうようなことを、まあ、理解するね。それからあとですね、外交要するに、舗装とかですね、まあ、こういうね造園だとか、で建築と直接には関わらないけど関連する、まあ、工学な電気とか、ね、機械とか、それから設計都市とか関わるような言葉ですね。でここではですね、アスファルトの混合物の敷き慣らし温度、これ大体ね100度以下ではなくて110度以上柔らかくないとローラーで固まっていかないので、締め固まれないので110度以上になるよと。それから、水道直結方式、水と水道直結っていうのは水道管と直接その住宅を結ぶ直結する、ね、そういう方式で、もう一つはですね、高階層の建築に水槽を設けて、これは高地水槽、上に屋根の上にちゃんとこう置いてタンクを置いて、そこからこう落とすのは高地水槽だ。直結ってのは水道管から直接その家庭のところを運ぶ、ね、そういう区別を、まあ、水道の区別をつけておかなきゃいけない、高地水槽方式と水の場合ですね。それからあとですね、エアコン、エアコンの場合にはファンコイルユニット方式とダクト方式と2つあるんだな。でファンコイルというのは各個別の部屋の中にそういう状態を入れてる。でこっち側のダクト方式というのは1個の大きい中央センターからバーッと空気を送り出している、まあそういうシステムの方だと、これはねダクト方式の方が非常に風量が多くて、それからフィルターも大きいの使えるので、クリーンルームだとかさ、ホコリは一切入らないような、そういうところに使うのはこのダクト方式というんだな。飛来設備を設ける高さ、これは20メートル超えた場合だな、建築物の高さ20メートル超えた場合、まあ、こういったような事柄が要するに全体として材料として問われてくるよということだな。この移動式クレーンを使用したので、今度はですね、躯体ですよ、躯体。特に仕上げの人はちょっとここ難しいかもしれないね。だからここのところ仕上げの人はしっかり躯体をやっておかないと点取れないんでね、特に注意しよう。仕上げの人は躯体について、しっかり適度に読み込もうとね、そういう意識を持ってください。で移動式クレーンをするとですね、クレーンの幅が広いので、だいたい8から10メートルこれだけないと移動式クレーン乗って、作業できませんよとね。4メートル、これは乗らない場合4メートルだけど、
乗る場合は8から10にしてくださいよ、ね、それからあのボイリングといって土を掘削するとさ、砂地盤の場合水が噴き出してくるんだよ、水と土砂が。でそれを防止する、それをボイリングって言うんだけど、それを防止するためにどういうこう焼いた工法って使うんだ。で横あの親食い横焼いた工法って水がじゃじゃ盛りなんだよね。だから水のないところはいいけど、水のあるところはこう焼いた工法、水があるとなしで区別をつけようと、こういうことな。それからあのソイルセメント、これは要するに焼いたの代わり、こう焼いたの代わりもっと強力なセメントでもって固めてやろう、まあ、これは当然ヒービングとかボイリングとかを防止できるわけですね、ということです。だから水に処置できないのはこれだけ、後の焼いたはみんな、後の工法はみんな止水できる、これだけはできない、そう覚えて、それ以外の工法はみんなできると、こうやったな。それからあの7番目にオールケーシング工法っていうのは、常にケーシングのコンクリートの面よりか1メートル以上潜らせて、これコンクリート掘るでしょ、掘ったところに杭をこしらえる、杭を打ったらコンクリートを打っていかなきゃいけない、そうすると最初にあのトレミー管っていうところがこう上部みたいなんだな、ここへコンクリートをグーッと入れて、下からこうコンクリートを吹き上げてどんどん上げていく、その時にコンクリートの厚さはですね、ある程度深く掘る、例えばトレミー管がこうなってるな、こういうね、コンクリートをここから打ってる、そしたらこっからコンクリート、こう場所準備だぞ、こうなってるな、ここの高さが2メートル以上ないと、ここのコンクリート、ここからコンクリート吹き出してるわけだな、ここからコンクリート入れてるからね、ここからコンクリートどんどん入れてるから、下から吹き上げてくる。だからこれが浅かったらブワーンと出ちゃって空気入っちゃう。だからここは必ず2メートル以上潜らしておかなきゃいけないよ。まあそういうようなところがポイントとして試験でできたりするな。それからあの T 型針におけるこの鉄筋だ。鉄筋のところですね、あのキャップタイヤは90度で、これはあの8D 以上としますよ、ね。それから12のところではですね、あのスパイラル、これぐるぐると回ってるスパイラル鉄筋の重ね長さ、まあ、その時重ね長さは直径の50倍って決まったんだな。だからこういう数値を覚えなきゃと、見て分かるでしょ、みんな数値多いでしょ、これこういう数値をみんな覚えたくないわけね。だからパイプサポートの高さ 3.5 メートルを超えた時は高さ2メートルいないことに水平つなぎを設けたくないいけないということで、こうやって 3.5 メートル、これ数値がいるんだ、みんな建築はもうこういうパターンでいくんだな。だから水セメント比を低減すると塩化物イオンの浸透性が高くなる。水セメントして知ってますよね。水 あの調合設計において水とセメント1立方メートルあたりの水の量を、ね、とそれから1立方メートルのコンクリートを作る時のセメントの量を割り算するんだな。そうするとそれ水セメントで水で割る。でこの時はね、できるだけ小さい方が、水セメントが小さい方が強度が高い。強度が高いということは耐久性が高い、長く持つね、から水密性が高いというようなことにこう粒なったね。だから水セメント比は最小になるように調合設計が行われているよということだな。だからイオンの浸透性も当然これは低くなってくるね、悪いもの入らなくなると、こういうことだな。それからあの膜養生はブリーディングは終了し表面の乾燥を待って散布ということで、膜養生ってちょっとね面積が広い、あの広すぎてちょっと養生はしにくい場合、ほっといたら乾燥しちゃう、どっかは。そのために一応ブリージングが終了したらバーッとこう養生膜を散布するね、養生膜を散布して、それで養生するわけ。だから普通の要するにこういう湿気を与えるような手順ではちょっと追いつかないと、そういう広いところをやるときにはこの膜養生を使う。その時はブリージングが終了したら直ちに散布しませんね、乾燥しちゃったらダメなんだね、ということで養生する時の散布をブリージング終了直後から表面乾燥を待って、乾燥するまでに行うということですね。それからあのこれは覚えておいて、これよく出んだ、これはこれね、ボルトの締め付けはボルトの一群ごとに周辺部から中央部に向かってと書いてるね。建築の場合はね、例えばボルトを締めるときは中央から周辺部に向かっている、いい。それからね、杭を打つときもいっぱい杭打つな、どっから打つかというと杭の中心から周辺部打つ、土掘削する、どっから掘削するの、この中央部から外へ掘削する。だからこういうところ注意してくれよ。だからここのポイントはね、ボルトだけじゃなくて土の掘削も中心から外へな、杭を打つ時も中心から外へ、ボルトを打つ時も中心から外へ。だから建築の合言葉でこれ必ずどっか出てくる、必ず出てくる、中央から外ね。だから構造物周辺、これちょっとややこしいんだけど、構造物、例えば建築物はこうなるじゃない、でここから杭打ち合いのどっから打つかというと、この近いところからこうやって順番に打っていく、杭はいい位置がこっち、1、2、3だから近いところから打って
離れていく。構造物近くから映る、はい、近いところから遠い離れていくね。こういうところを注意してね。だから基本的には中央から外へ向かってやるぞというところをしっかり覚えておこうね。それから柱の溶接のエレクションピースね、つなぎ手の仮設のピースだ。でこういうピースを置くときは必ず高力ボルト、普通ボルトはなんか弱いので高力ボルトを、全数高力ボルトですね、高力ボルト、これを使いましょうね。普通ボルトじゃなくて、高力ボルトを使いますよね。それからあとですね、こっちはこうあの機械の方で、見るとここで定格総荷重というのは、定格総荷重というのは定格荷重にフックだとかハンマーグラブのバケットだとか、それからワイヤーだとか、そういうものを全部含めたの。だから定格総荷重と言ってるんだから、定格荷重にこういったフックとかグラブハンマーとかそういうものを全部足したもの、足したもの、 これら足したものが定格総荷重になってるよと。除いたものでは足したものが定格総荷重ね。まあそういったところを理解をしておこう。これだけな。はい、今度はだから仕上げだな。仕上げ、仕上げもね、具体の人は特に注意してる。仕上げのこと全然わかんない、多くの場合ね。だからテキストをしっかり読んで、ここで最低点数を取るように。具体の人は仕上げのところが50点は取れるんですよ。ここでは自分の具体のところでは80ぐらい取って、ここでは50ぐらい取るんだから。だからある程度バランスを考えて学習してよね。で何もかもいい点取らなくてもいいんだから、60点取ればいいんだから。だから大事なことは自分の力に応じてやりなさいと。無理嫌なところをガンガンやってもね、乗り下がらない。それといい、好きなところを完全に取るやり方をやった方がいい、ね、ということで、仕上げのところに行こうか。仕上げのところではね、防水とかシーリングね、例えば ALC パネル、まあこういった表面が弱いんだよ。ところが RC みたいなコンクリート強度強いでしょ。そういった時にはね、接着剤のモジュラス、接着力のですね、ALC 板のように表面が弱いやつは低モジュラスを使う。でコンクリートの表面がしっかり強いやつは高モジュラスを使うということで、低モジュラスは強度が弱いものに対応し、高モジュラスは強度の強いものに対応すると、まあ、こういうのを覚えていく。それから2つ目はですね、じゃあ目地はどっから打つのと。シーリングの目地は、これは目地の交差部からこう打っていくというわけな。中央から打っちゃいけない、交差部から打っていきましょう。それからタイルのところはですね、このタイル密着張りではですね、どうやって施工するか。このタイルのところのポイントはね、要するに貼り付けのモルタルをどっち側につけるか、要するに躯体側につけるのかタイル側の裏につけるのかって2つあるんだね。でその区別をちゃんとつけて、そこがポイントだ。だから、密着タイル張りではですね、これモルタルを下地とタイルの裏面の両方につけた。また面倒、下地だけ、下地につけてタイルの裏地つけないね。だからそれ逆に言うと、裏地だけをつけるやつもあるから、その区別を、そういうところを見てる。下地のここの区別の、後方の区別はこのどちら側にこの貼り付けモルタルを貼り付けるかということがポイントになってくる。でそういう起点もちゃんとフェリーしておかないね。それから今度は軽量鉄骨の問題だな。このランナー、要するにこう、壁を、間仕切り壁を作る時のランナーだな。上走る、下のランナーだ。でこれを取り付ける時のですね、継ぎ手の部分はどうするかっていうと、これは継ぎ手部分は重ねちゃダメ、段差できるからね。そこでは突きつけ、継ぎ手、こうガーンと突きつける、こういう継ぎ手でこう重ねちゃいけないね。ということで試験のポイントは、だから継ぎ手のところでは重ねなのか突きつけなのかということが試験の問題だということな。それでこう注意しよう。それから左官のところではですね、モルタルのひび割れを防止するというね、普通は流形小さいの使っていいと思うんだけど、そうじゃなくて、やはりこれは流形の大きいものを使った方がひび割れが少ない。だから砂の流形どうするかと、ひび割れを抑えたかったら砂の流形を多くするね、大きくする。でこれは注意しよう。それから先ほど言ったね、セルフレベリングの土台の縫い付けて直射日光を避けてさ、通風を良くして養生する。だからこういう通風ときた時の換気なんだからな。だから窓を開けてやるのか開けないのかという問題だ。これだ、開けちゃいけないね、ひび割れちゃうバーッと。だから通風を避けて養生する。コンクリートだってそうだよ。コンクリートの養生だって風通しちゃダメ、風できるだけ止めた方がいい。だから水分が蒸発しちゃうからね。ということ、これ大事なポイントだな。それからあとですね、インターロッキング、これはまあ建具の問題だけどね、インターロッキングの要するにピシャッと閉まったやつはこれ防火用に使うし、からオーバーラッピング
で煙が入ってこないようにこう重なってこうなってるところ、これはあの望遠鏡を使って、まあ、こういう区別なんかをつけておこうと。16番のところですね、この耐候性の塗料塗りはあの鉄鋼面とそれからコンクリート面と、まあこれは塗装なんですけども、まあ、これによって素地調整が変わるんで、だから これとこれとは違う調整の仕方をするの、同一工程であるというわけではないんだということだな。それで鉄鋼面は鉄鋼面 の手順書通りに、コンクリート面はコンクリートの手順通りに下地を仕上げていかなきゃいけない、同じだというわけではないんですよね、当然。それからあの内装のところが入ってきて、これはあのここで硬質ウレタン、ウレタンフォームの吹き付け作業があるな。でこれはですね、接着剤がいるのかというの、これ接着剤いらないんですね。表面をきれいに水でこうたわして洗ってね、コンクリート表面を洗って仕上がったら、そしたらそこで、まあ、釘とか、番線とかを除いてきれいになったらバッと吹きつければいいわけです。ですから、ここではですね、自己接着性を有するので接着剤を用いないということだね。ただこの時換気しておかないと、これもですね、有毒なあのガスが出るので注意しなきゃね。それから今度石膏ボードの重ね張りは上張りと二重張りする場合ね、上と下で、その時は上が縦張りね、 上に張るのは縦張り、あの下に捨て張りにする方はあの横張りにするということ、まあこういったようなあの違いをあの整理しておく。それからあと最近特に出てくるのはこの回収、これは 毎年出てくるんだから注意しないといけないね。でここはあのアンカーピニングの部分エポキシ樹脂注入工法、まあこれはですね基本的に全面エポキシでタイルの浮きを回収、全部入れないと部分的に入れたって治りませんね。だからそういったような浮いてるところには、箇所のところには注入を全面エポキシを入れない、全部くっつけないといけない、こういうような、まあ、その辺のところのテキストにちゃんと詳しく出てね、その辺りも整理しておこう。今度は施工管理、これ全部必修だ、施工管理のところな。だこれはもう必ずやらなくちゃいけない、ね、これねありがたいことでそんな難しくない、一回だってやったら、ね、大体みんな点取る。ここはもう大体点取る箇所なの。点取らせる箇所。だからここでしっかりと、まあ、点を取れるように、もう過去5年分やれば、ね、大体みんなできるようになるよ。だからここはもう点が取れるんで。くたりとか仕上げは結構難しいけどね。このこことか放棄はもう大体点取る場所。ね、そう考えて、じゃあ取っていきましょう。ね、施工計画のところでまず庁舎、庁舎のところで、例えばあの街路樹が施工上支障になったの道路で。でその時は管理者の承認を受けて木を伐採した、ね、でこれはその、 街路樹っていうのは要するに道路に面してる木だから、これ誰が管理者か、これ道路管理者が管理者、ね、だからこの道路管理者に許可を受けないで勝手に来ちゃいけないということで、要するに例えばあのクレーンで物を置くんだったら、これは所轄警察署長、道路の警察署長に言って、要するにコンクリートポンプ車を置くんだな。移動式クレーンを道路に置いて、なんかこういう吊り込みするときには、このときも道路を使用するので、使用するときは、そういったような警察署長の許可。ところが木を切ったり、道路を傷つけたり、仮囲いを道路を占有したり、こうするときは道路管理者に言うと。その区別、道路管理者と、それからもう一つはあの警察署長の管轄の違い、使用というのと占用という違いがあるな。で、これ注意しちゃう。計画のところでタワークレーンが高さが50メートルとなったので、航空障害灯をまあ設置する計画とした。そうじゃないな。これは60メートル。この数値だな。60メートル以上になったら赤いランプをつけてくださいよということだな。それから、あとですね、坂内工法は大規模な震度の工事には適用が困難である。大震度ってわかるよな。大きいやつ、上にも大きいし、下にも深いやつ。だこの坂内工法っていうのはここから下へ向かっていく工法だからな、1回目2回じゃ意味ないね、これ。だから非常にこっち側も深いし、こっち側も高いし、こっちも深い、だから両方とも工事は進まるじゃない、並行作業ができるわけ、両方とも。だから大規模な工事に適してる、坂内工法は大規模な工事に適してます。これ理解しよう、計画上の問題な。それからあと届け出の問題ね、高さはさっきあったな、 3.5 メートル以上の片枠昇降はこれは30日目、こういうような機材の届け出は30日、機械の機材、それからここで耐火構造の吹き付けにまで石綿等の撤去の工事は開始はこれは14日、工事は14日に届け、施設は30日、これ覚えてくださいね、必ずよく試験点だから工事の届け出は14日、それから設備を設置したりするのはこれは30日と、こういう区別を整理しておこう。で今度はですね、工程管理ね、工程管理、ここでは
工程ってのは短縮することが大事なわけですね。だいたいほっといたと伸びるんだからね。だから例えば工期短縮のため AC パネル工法から現場打ち非耐力壁工法に変えた。あと非耐力現場で打ったらどうなるの？コンクリートは養生しなきゃいけない。ところが AC パネルをポッと切って入れたらおしまいじゃない。工期短縮どっちが早いかというと当然これ早いな。だからこういったような既製品を入れた方が早いですよということな。それでこれ誤りです。それから S チャートはバナナ曲線と S 字曲線であり各作業ごとの進捗の判断ができる。 S チャートっていうのはこういうね S 型の出来型のこういう S 型だな。こういう曲線を書くやつはこれ作業の全体的な出来だからな。だから作業の全体作業全体の進捗が分かる。一つ一つの工事は分からないけど全体としての作業の進捗、これ何を決めるかというと出資お金いくら払ったか、いくら何パーセント払ったか、これは全体のことだから、ここの S チャートで管理してるのはお金で管理してるんだな。でどんだけの量がお金払ったか、どういう工事に払ったかということで、だいたいこっちが出来型としてだいたいお金でこっち 100% な、こっち工期 100% 取ってこっちはお金の払いだから、こっちは工期で、この中に仕事を収めようというわけだから、S チャートっていうのはだからこれ全体の工事の進捗状況、お金の支払った状況が分かるということなんだな。それから18番のですね、抑線式のバーチャートは作業日数は分かるけども、作業の相互関係、どの作業をどうやったらどんだけ遅れるかとか、そういう作業の相互関係、これは分かんない。これネットワークだけ。だから作業の相互関係できたら、あ、こいつはネットワークの言葉だ。こう覚えてくださいね。それから次にですね、クローラークレーンはトラッククレーンの接地圧が大きい。接地圧は分かるよね。面積が、タイヤの面積が大きいほど接地圧が小さい。これ小さくなると接地圧が高くなる。だから、ぬかるみのところに行くのはどうしても幅が広い方がいいわな。だから、そっち側でクローラークレーンっていうのは、これはキャタピラ入ってるからじゃないの。履帯が大きい、ね。こっち側はトラッククレーンだから、タイヤが小さい。だから、接地圧はこれは、クレーンは接地圧が小さい。クローラークレーンの方が小さい。こっち側はトラッククレーンはこれ大きいの接地圧、ね。だから悪いところに適さない。こっちがクローラークレーンの方が適する、ね。それからあと品質管理。ね、品質管理では黄砂。黄砂っていうのは許容値の差だからな。でこれ測定した最大値から測定した最大値。これ範囲って。レンジってね。これは範囲っていうことです。ここ範囲っていうことですね。だからこれは黄砂ではないですよということですね。黄砂ではないです。こういうことです。範囲って言います。ここのことは24番。範囲とはということですね。それから、あとですね、ここよく間違う。こういう試験だ、ここ。25番。でもな、品質管理とは、品質の目標の水準を大きく上回るほどいい管理だと言えると。これ、誤りなんだよ。目標を大きく上回っちゃいけない。なぜかというと、品質管理とは、もちろんその、基準は満たさなきゃいけないけども、最も安くやるというのが品質管理。品質管理の目的は紙を下げることなんだよ。でしかも品質を満たす。そしたらそんな立派なもの作りすぎたら金かかるんだろ。だから基準を満たす必要最小限のもので工事を進める。そして利益を上げるということなんです。ですからこんな立派なもの作ると金かかるから、その要件を満たせばもうそれでいいんだから、あんな高いものは意味がないということで、これは悪い管理。大きく上回るのは悪い管理だ。いい管理の悪い管理だということだな。だから品質管理とは原価を最小限にする管理ですよ。これを理解してください。それから QC 工程表、これクオリティコントロールの工程表って作業の工程表ですね。でこれはね、どんな順番並べるかというと、作業順番、別に重要度が並べてるわけで、作業の順番に管理していくとね、ということで、コンクリートだったら打ち込みの準備とか打ち込みだとか養生だとか順番にこう管理を決めて、これ QC だ。 QC はだから工程表っていうのは作業の手順書通りに進めていきます。これもよく試験たびたび出んだな。これ注意しよう。7つ道具ってあってね、特性要因図っていうのは魚の骨状の形してんだな。魚の骨の形をして不良発生の原因を調べる。原因を調べる。これは特性要因図。だけどこれ魚の骨、この限界線ではないんだよ。これは管理図のことを言ってるんだ。だから特性要因図は魚の骨状の形をしていて不良品の発生の原因を調べる、ね、例えば滑落事故で、労働者が亡くなったと、じゃあなんでその人が落ちたんだかということを調べるときに、この魚の骨
特性要因を使って、あ、実はこれは朝方霜が降りてて、そしてそこでスリップして落ちたんだな、そしたら階段のところにはね、本当はブルーシートをかけておかなきゃね、冬なんか、そうしないと俺落として滑るんだよ、ということが分かる。もうそういうことをやるのは特性要因だな。ということで、原因をから理由を調べて、そういうのが原因をつけてみて、不良の発生から原因をつく、それは品質管理も使えるし安全管理も使えます。これはね、だからヒストグラムっていうのは、これはデータの大きい順に分布を描き折れ線に合わせる、これはパレート図のことだな。パレート図とヒストグラムよく似てるんだけど、同じく棒グラフなんだけども、折れ線を持ってるのはパレート図ですよ。これ注意して、7つ道具の分類がちゃんと説明できるようにしておかなくちゃいけない。それから次は品質管理のこの検査のところで、検査ではね、必ず抜き取り検査っていうのは必ずランダムサンプリング、任意にこう取る、意識して取っちゃいけない、どっか任意にこう取っていくね、基準通りでいけないよと、必ず抜き取り検査はランダムサンプリングしてくださいと、こうやったな。それからスタートありますね、こういうこういう鉄骨のとこスタートね、ここにこうこういうの、でここにコンクリートをするんです、ここね、先端力を受けますね、要するに、鋼材の上にこういうふうに並べてですね、ここの先端力を受け持つのがスタッドっていうね、いうことです。このスタッドの溶接は、まあ、15度の曲げ試験についてですね、1ロット、1ロットですね、例えば1日の仕事が終わった量全体の中から1本だけ選ぶんだ。1本が良かったら合格と、こうやけどね。ということで、こう3本選ぶんじゃなくて、スタッドの試験は1ロット1本だけ試験すればいいと、まあ、そういうルールになってると。いや、これも数値だな。だからレディングスコンクリート、これはね、3回試験するの、1回は150リューベルな。だから、3回揃って1ロットというんだ。で、450リューベルだな。これは1ロットという。で、1ロットは450。1回はだから150リューベルな。これ覚えておいて、これも数値だな。だからレミコンのですね、受け入れ検査をするときに、1回は150リューベルに1回行う。それから、それを3回、450リューベルで、3回になるな。それで、強度を決めたり、する、受けるか受けないかを決めたりする。ね、レディングスコンクリートの検査の時に出てくるロットっていうのはこういうことですよ。それからガス圧接のその検査、これは外観検査は全数検査するんだな。それからこの超音波単焦検査ってこれは抜き取り検査でやります。ということで、こういう抜き取りと、その外観検査のですね、 全数検査するのはこの外観検査で、抜き取り検査するのは超音波ですよ。まあこういった違いを示した。それから安全の管理計画のところでですね、特定元型事業者っていうのはですね、新規に参入した労働者をね、まあ、危険のないように教育しなきゃいけないわけで、した場合に関係労働人の労働者の健康診断、これダメなんだよね。特定元型事業者、自分の事業者を健康診断するのはいいけど、人の労働者、人の会、これ会社違うんだわ、これ。こっちは元請けで、こっち下請けなんだ。下請けの会社の人まで健康診断いたしました、こんな、出過ぎた真似をしちゃいけない。だからこれはだから関係請負人の労働者は、関係請負人が、下請負人が自分の労働者に対して健康診断を行わなきゃいけないということだな。ということで、はっきりと事業体が違うんだから、だから、支援をすることはいる、労働者が例えばビデオを貸したり、安全のビデオを貸したり、上映する部屋を貸したりする、これはやって支援はしてもいいけど、直接こういうことをやっちゃいけないね、ということです。それから40番のところでですね、度数率、要するに度数率と強度率だって、頻繁に起きる起きやすさ、これは度数率って言うんだな。でこれはね、大体100万延べ労働時間あたりに何人の死傷者が出たかというふうな言い方です。1年間のっていう時はこれはね、違うんだね、だからあともう一つ強度率ね、国の基準で決まってるのは度数率と強度率とね、これ損失率数で決めるんだけど、強度率と2つ、これを整理しておかない、強度率と度数率、これは起きやすさ、起きた時の大きさ、まあ、この2つでもって、統計を処理してますね。これ年占利率って言うんだけど、これは統計上の数値じゃないので、度数率と強度率だけをこう整理しておけばよろしい。公衆災害防止対策要項の建築編のところで、ね、この歩行者へ通路の幅はこれ 0.75 メートルで、交通が多い時は 1.5 メートル、これも数値だ、 0.75 メートル数値覚えておかなくちゃいけないね。それから安全管理体制、ゴンドラを業務を指揮する者、作業主任者を選任した、これいらない、作業主任者いらないね、ところが吊り足場、高さに関係なく吊り足場、それから5メートル以上の普通の本足場、まあ、こういう時は作業主任者を選任しなきゃいけない、選任しなきゃいけないね。
だから釣り足場の時は高さに関係なく作業主任者を選任する、こっちはするね。というだから選任する選任しないっていうところの区別を理解した。だから掘削の高さが2メートルを超え2メートル以上になった時はこれは作業主任者を選任する、2メートル未満だったらいらないとか、もうそういうちゃんとした区別をつけておかない、作業主任者のするしないを理解しておかなくちゃいけないよな。それからあの酸素欠乏期限 18% 以上な、濃度に換気しなきゃいけない。その時に何使ったかというと純酸素を使っちゃいけないね。純酸素は強烈すぎてダメ、使っちゃいけませんよとね、健康を害しますということでこう使っちゃいけない。クレーンのところではですね、あの1トン以上5トン未満 の小型移動式クレーンの運転の業務、小型移動式クレーンっていうのはだから1トン以上で5トン未満の舵を釣り上げる人はどういうこと、技能講習を修了してなきゃいけない。特別教育っていうのは1トン未満でね、1トン未満の場合については特別教育を修了したらできる。1トンから5トン未満の時は技能講習を修了したの、5トン以上は免許を持ったの、よく試験でね、ここのとこね、資格はだ5トン以上は免許、だから1トン以上5トン未満は技能講習、1トン未満は特別教育ね。ということでこの区別をする人、建築法規だな、法規、建築基準法だけじゃなくて法規ね。でまずは建築基準法は、この試験建築基準法の試験が一番大事なところなんで出てきますよね。でも用語、用語ね、だから事務所、工作物、地下に設ける工作物の事務所はこれは建築物ですよ、これも建築物と言うんですよとかね。それからあの主要構造って何かというと梁と柱、梁、階段、それから床、屋根などな、だから最下階の床だけは含まないよっていうことで、これはここは含まない、床は含むけどこの最下階の床だけは含まないというようなことがありますね。それから手続きのところで、あの仮設の現場事務所、仮設の現場事務所はこう規模に関わらず届け出いらない、確認申請不要と届け出いらない、容積率は高さの制限とか、それから2メートルの接道義務だと、それも一切ない ね、一切ない。ただまあ、換気するためのですね、20分の1の床面積20分の1の換気の窓とか、まあ、そういうのは多少はありますけども、多くの場合はもうとにかく制限が確認申請いらないぐらいだからね、まあ、そういうようなどういうことが建築基準法の適用を受けますかっていうのがよく、まあ、試験になりますね。それからあとですね、道路上空に渡り廊下をつける、よくありますね、デパートなんかで2つのビルがその間にこう廊下があります、まあ、そういう時では特定行政庁の、まあ、許可が必要ですよと、こういう時は特定必要ですよと、そういうことね、超法規的なことをやるときはだから特定行政庁の許可がいりますよと、こういうことね。それから今度建設業法ね、建設業法は一般建設業の許可と特定建設業の許可である。でこれね、両方受けることができない、書き換えるんだから、書き換え、一般建設業の人が会社が大きくなって特定建設業に変わりたいといったときに、一般建設業を書き換えて特定建設業になるか、一般建設業なくなるわけ、書き換えだから、書き換えだからもう前のないんだよね、書き換えちゃったんだということで、どちらか一方しか受けられないよ、ね、両方受けられない、注意してね。それから労働関係法のところね、労働者が死亡した場合遺族者にどれ跳ねるか、あの千日分、千日分支払う、亡くなった場合は平均賃金の千日分を支払わなきゃいけないね。それから労働時間が8時間超えた、まあ、こういう時は1時間、6時間超えた時は45分な、それから8時間超えた時は1時間の休憩時間を与えなきゃいけないということだな。それから50人以上の単一事業場によって総括安全衛生管理者、これ100人以上だよな、100人以上になったらこの人を選任しなきゃいけない、100人未満だって50人だっていらないな、ということでこれ100人以上の時は設けなきゃいけない、これ全部数値でしょこれみんなね。それから、はい、安全管理者は選任すべき中が発生したら30日以内にする、これ14日以内に選任するね、で14日以内に選任するということですね、はい。それから今度は関連の法規、建設副産物な、ここのところで特定建設資材ってあるんだけども、でここは、ね、建設発生物、これはあれだよ、産業廃棄物じゃないよこれ、土はね、これよく敷けてんだよこれね、建設発生物って産業廃棄物じゃないから特定建設資材じゃないんだよ、特定建設はこれ絶対埋めないんだよ、これはもう前に出てるからね、実地試験かどっちかに必ず出てくるからね、これはコンクリート、アスファルト、コンクリート、木材、それからもう一個コンクリートおよび鉄からなる建設資材、これだ、4つ、この4つはちゃんと覚えるんだよ、だから、ね、特定建設資材の名前よく出てくるんだよ、必ずこれは整理しなくちゃね。それからあとは消防の関係のところ、スプリンクラーに関わる工事はですね、
こういうあの消防設備に関わる工種が工事に関わるの。でこのオズ種ってあるんだけど、こっち側はね整備はできるけども工事はできないね。ということで工事をできるのは工種の消防設備してなきゃいけない。工種とオズ種は違う。これしっかり言う、これよく出てくるんです。これは工種の時が消防設備はあの工事に関わることはできますよ。まあ、こういったところだな。まあ、こういった環境をですねしっかりと結構長く説明してましたけどね、ちょっと大変だったけども、こうやり勉強の仕方としては、まあ、そういったようなことを中心に学習してもらえるかと。ぜひですねこの後確認テストを受けて、学習して確認テストをやって、そして最後にこれをやってということで、ちゃんと順番にね診断テスト、確認テスト、それから最後のですね生鮮模試とこうずっとつながっているので、そのあたり、それからあともう一つ最後に1個、この試験は実地試験も学科試験も数値と用語が絶対問われる。それをやらないとダメだ。単に覚えるだけではダメね。ということでしっかりと関連的、これはこの数値、これはこの数値ということで、数値をきちっと整理して学習、そこを意識して学習、そして一発で合格しました。じゃあこれで進めることにいたします。皆さん診断テストされてどうでしたか？大変ですよね。結構あの量もありますし、難しかったと思います。もうこれ正面ですよ。この水準が、まあ、基本的に出題されてると、こういうわけですね。でこの取れた段階に応じてですね、自分の学習の仕方を、まあ、決めていただければいいということですね。でちょっとですね、じゃあ当社 の、まあ、あのこの本を編集した時の、まあ、考え方、ちょっとこれを合わせてあのご理解いただければですねいいかなと思います。で実際にですね、あの、まあ、毎年こう試験をされているわけですけども、まあ、平均的な話ですので、ちょっとまだお申し込みいただいて、そして、学科試験を受けられると。で学科試験にはあの選択問題と必修問題がありますからね。でこれをあの62問中ですね、30問、まあ、選択回答をこうしていくと、ね、で30問出た時必修ですから、これ30問と合計ね60問回答するんですよ。で60問回答するんだけど、合格か不合格かというのはこの60問回答したうちの 60% ということで、36問回答できた人は、36問 の、 あの回答があのできた人は合格ということで、実地試験の方にあの申し込んでいただいて、さらに進んでいただくと、こういうことですね。ただですね、だいたい合格率大体ここ数年で計算すると4割ぐらいなんですよ、ね、実際に、6割ぐらいの人は大体あの必ずしも合格しないので、今度こちら側にこうやってくると。でその場合ですね、うちのテキストを使っていただきますと、ポイントとしてですね、どういうことがいいかというと、ここまでちゃんと皆さん仮に不合格といっても積み上げがもうありますから、でこれを元に継ぎ足せばいいんですよ。継ぎ足せばまた新しい本買ったらまたゼロから始めなくちゃ、それは無駄なことですね。だから必ずこの27年度の本をお持ちいただいておいて、28年度だけ足せばいいんじゃない。だから27年度の本に足りない分だけ足せばいいんですよ。ここまでしっかり詰まってんだけど、たまたま落ちただけなんだから、だからその足りない分だけを足せばいいので、28年度用のですね当社としては資料を準備しますので、だからこれを足して27年度のこの本と28年度だけ増加した、変化した部分だけをプラスすれば、もう一回受験しただけは今度は合格すると、こういうことでですね、当社としては一回本をお買い上げいただいた方には必ずもう他の資料なくて必ず合格させる、こういうような考え方で来ておりますので、幸いですね当社ではあのゲットの動画、こういったものを持ってますので YouTube 上で、ですからそれを使ってフルに活用してですね、しっかりと通っていただくと、こういうことです。ただ28年度そうは言っても 何をやるんだってこういうことになりますね。うちは準備としてこういうことをする予定です。28年度ですね、に向かわれる方に対してはですね、まあ、27年度は新問題が出る可能性がある、それについてはですね、新問題 PDF でちゃんとあの解説をあげますと。そして2つ目はですね、28年度のやっぱり出題変わりますから、その時の分析、これをですね、まあ、PDF であげて、でここでゲット動画で解説、今年の新傾向はこうだよ、ここは押さえとこうよと、まあ、こういったことをここで述べます。そして、3つ目はですね、28年度の生鮮模試
ね、例えば建築なんか約7割ぐらい当たってるのよ。だから今年本当にしっかりやってくれたら通ってたって、こういう形になるわけですよ。だから大体これ生鮮申し上げだと6割平均ここ3年で 67.7%、 約7割近く当たってるんです、うちのやつは。そのものは出てるんですよ、違うもんね。だから大体こういうことを考えていただくと、しっかりとできればですね、今年の PDO をしっかり読み込んで、そして動画解説もこうやっていただくと、まあ、こういうことで、やっていただければですね、もう来年度は28年度かなと思っている、まあ、こんなことでもう一回確認申し上げますと、結局、まあ、こういった段階、これ一番理想なんですけど、まあ、不幸にしてこっちに来た場合のですね、27年度はこの本をですね、本の知識を積み上げていただくと、そのための資料をこちら側で提供しますので、そして万が一だったらこっちに早く搭載していただくと、まあ、こういうような形でですね、積み上げをしてやっていただくということをちょっと説明申し上げました。それではこの後で、ね、しっかりと学習して一発で合格することを期待しております。ではこれで私の説明を終わることにいたしましょう。